と到着ね。あら、レイちゃんも一緒なの？はい、さっきまでキリトたちとダンジョンにいたのです。さっきまで？あんたゲームしすぎじゃない？それに昨日の朝もキリトさんたちとダンジョンに行ってなかったっけ？少しは寝てるの？ご飯は？大丈夫大丈夫、人間1日2日寝なくったって死にゃあしないって。そうそう、要は気合だって。私も若い頃は相当無茶したもんよ。この2人は気にしないでいいから、辛くなったらいつでも抜けていいからね。うんうん、徹夜はお肌に毒だぜ。そんなんじゃ私みたいなピチピチ美少女になれねえぞ。フカさんはどっち側なんですか？それこそ気にしたら負けだよ。基本的にフカは適当なことしか言わないんだから。うう、ピトさん、最近親友が冷たいんだけど、どうしたらいいかな？あら、奇遇ね。私も最近全身ピンクの女の子から距離を置かれててね。前はキスまで OK だったのに。そんなの OK したことは一度もないですから。まあ、そんな話はどうでもいいとして、これで全員揃ったわね。はーい。今日こそ見つかるといいね、セブン。ええ、絶対見つけ出してみせるわ。よし、それじゃあひとまず昨日のところまで行きましょうか。合点だよ、ピトさん。到着。発見、近づかないでおきましょう。スナイパーのように影響を散らしてクリティカル。スナイパーだ。素晴らしいです。アサさん、やるね。クリティカル。
敵さんの折れました。マスター、トレジャーボックスです。いやー強そう。私も昨日そう思ったよ。めんどくさいエリアだよね。まったくどこの誰が考えたんだか。私たちはレアアイテムって目的があるからいいけど、セブンちゃんたちは本当にここで良かったの？ええ、なんとなくだけど、根拠はないけど、それでもあの人はここにいる気がするの。だから私はあなたたちについていくわ。よろしくね。そういえばセブンは何かの調査のために GGO に来たんだっけ？一体何を探してるのか、お姉さんたちにこっそり教えてもいいんだぜ。実はね、ユナを探しているの。ユナってあの AR アイドルのユナのこと？今 GGO にいるの？イメージから遠すぎるような。コラボでもしてたっけ？いいえ、コラボなんかしてないわ。でもユナは GGO に来てるはずなの。私ログを見つけたんだから。うん、来てるよ。ログ？それってどういう…え、今の声って…こんにちは、ユナだよ。ユナちゃんだ。本物？本当に本当にユナちゃん？みんな頑張ってる？本当にユナちゃんだ。なんかちょっと話がずれてるような気がするんだけど。っていうか、セブンが探してたのってユナだったのか。これはあれだな、アイドルはアイドルと惹かれ合うってやつだな。セブン、よかったね。ええ、ありがとうお姉ちゃん。みんなもありがとう。応援ありがとう。やっぱりいまいち話が噛み合ってない。それは仕方ないわ。とってもよくできてはいるけど、ユナちゃんの AI は多分。ん？ AI が何？まあまあ、細かい話はいいじゃない。それよりほら、クエストを攻略しようよ。ね？ええ、しましょうしましょう。って言ってるけど、どうする？ピトさん、いいんじゃないの？セブンちゃんも嬉しそうだし。わかった。では進もう。でもさ、そもそも攻略なんてできるの？このエリア、絶対調整ミスってるでしょ。そうね。GGO で重要な敏捷性、視覚、聴覚、その全てに制限をかけるなんて、普通はありえないわ。こんなのプレイヤースキルのゲーム自体の否定に他ならないもの。だから制限を解除する仕掛けが間違いなく存在するはずよ。フィールド内に変わったものやおかしなものがないか探しながら進みましょう。変わったものやおかしなもの。全身ピンクのチビ女ならすぐ近くにいるけど。えへへ、やだな、フカチビだなんて。褒めても何も出ないんだからね。え？気にしない気にしない。気にしたら負けだぜ。ひとまずセブンちゃんの言う通り、
周囲を警戒しながら進みましょうか。ガテン！いい感じよ。まだまだ行くよ。近づかないでおきましょう。一気狙いましょう。ここね。よっしゃ、取るぞ。
何か見えた？全然、相変わらず何にも見えねえ。ここまでずっと手がかりなしか、きついな。お前も気づいたか。どうやら位置によって吹雪の強さが変わるみたいだ。セオリー的には吹雪の一番強いところにお宝があるって感じかしら。そこに吹雪を止めるための何かもあるはずよ。行ってみましょう。オッケー。前方に変な建物発見。何か文字が書いてある。クイーン・オブ・ザ・ナイト？どういうこと？直訳すると女王・オブ・ザ・夜。さっぱりわかんねえ。そういう名前のアリアがあるわね。関係あるかどうかは知らないけど。施設の周囲の吹雪が周りと比べて明らかに強くなっている。あの建物がこの吹雪を発生させているのかもな。人工降雪施設みたいなものってこと？じゃああの施設を止めれば。問題はどうやって止めるかね。あの規模の建物をぶち壊すには私の右田と左子でも火力が足んないかな。あの建物の前にあるオブジェクト、あれを使うことはできないかな。初めて見るオブジェクトだな。使い方が分かればいいんだが。そうね、しばらくはあの施設の攻略方法とオブジェクトの使い方を調べましょうか。案外みんなで突っ込めばなんとかなったりするかもだけど。マスター、キリトから通信です。忙しいところすまない。君の力がいるんだ。こっちに戻ってきてくれないか。キリト、なんだか焦ってるみたいです。どうしたんでしょうか。こっちのことは気にしないで、私たちで何とかしておくから。あんまり無茶しちゃダメよ。睡眠と食事はちゃんと取りなさいよ。それじゃあマスター、行きましょう。ざっとこんなものよ。